今回の動画は国道169号全線走破の旅第6弾ファイナル和歌山県編です。和歌山県と三重県を分ける熊野川に沿って南下します。そしてこの地域は紀伊半島大水害の被災地でもあります。さてファイナルの旅路には何があるのでしょうか。皆さんまったりと見ていってください。では国道311号との重複区間からスタートです。ここの風景覚えていますか？そう、311号のサムネになった風景です。って、知らんがな。葛山トンネルを通ります。平成27年、2015年開通、延長699メートルのトンネルです。この辺りで和歌山県新宮市に入ります。九重トンネルを通ります。平成27年2015年開通延長367メートルのトンネルです。右手に古い校舎をリノベーションした喫茶店があります。走っていると目に留まります。皆さんも寄って行ってくださいね。支流トンネルを通ります。2008年平成20年開通延長1212メートルのトンネルです。熊野川を渡ります。さすがに川幅広いですね。この突き当たりの丁字路を左折して新宮市街地を目指します。
四湖隧道を通ります。1974年、昭和49年、開通、延長255メートルのトンネルです。左手にあるのが泥橋巡りの里、熊野川です。ここからウォータージェットで泥橋巡りができるほか、お食事処としてもメニューが充実しています。お土産を買うのにも立ち寄ってはどうでしょうか。多町トンネルを通ります。平成24年、2012年に開通した延長350メートルのトンネルです。左手に見えてきたのが道の駅泥橋街道熊野川です。この道の駅の駐車場にはトーテムポールのようなものが立っています。皆さんは東日本大震災が起きた2011年の9月上旬に紀伊半島で大水害が起こったことを知っておられるだろうか。あまりにも大きな地震災害があったため、全国的にはこの大水害が知られていないように鍋をは思っています。この災害は台風による大雨が原因です。紀伊半島には5日間で1000ミリから2000ミリの雨が降りました。その雨は多くの箇所で土砂崩れを起こし、土砂崩れは多くの川をせき止め、天然ダムを作り、多くの流木もまた川の流れを遮りました。そのことによりこの道の駅は施設が流されました。その高さ 8.27 メートルです。裏の川を見てください。これだけ広い川に水が集まり、あの高さになったのです。水害の犠牲となられた方のご冥福をお祈りします。ただ異常気象をすぐに地球温暖化のせいにしないでください。二酸化炭素排出規制をしてもきっとこのような災害が防げるわけではありません。それよりも今回の災害を教訓に防災を考えることが大切だと思う鍋をです。ここにトンネルの入り口らしきものが見えます。どこに抜けるのでしょうか。
高田口隧道を通ります。昭和46年、1971年に開通した延長 252.5 メートルのトンネルです。釣り鐘隧道を通ります。昭和46年、1971年に開通した延長 169.2 メートルのトンネルです。トンネル工事現場のようですね。先ほどのトンネルの入り口はここにつながるのかな。この間、2つの隧道を通りましたが、前々回の動画の隧道とは違い、しっかり補強工事はされているように思いました。それでも、この地域の想定震度は高く、崩落の恐れがあると考えているのでしょうね。そのために、新規のトンネルが作られているのだと思います。強靭な国土づくりの一環ですね。ここにもトンネルの出口らしいものが。先ほどの工事現場はトンネルが一度切れるところだったのだろうか。
ここを右折して進むと旧越路隧道へ行けます。今も現役で利用されています。さらに仙台の越路隧道もあるみたいです。こちらはかなりヤバい隧道らしいので、興味本位で行くのはやめておきましょう。鍋尾は行かない。そして新しくできた新越路トンネルを通ります。平成20年2008年に開通した延長461メートルのトンネルです。左手にあるのが新宮高等学校です。元近鉄バッファローズの山崎慎太郎投手や元阪神の矢部投手の出身高校です。今回の動画はこの交差点までです。この橋本交差点が国道169号の終点になります。ちなみに重複していた国道168号はここが起点です。この路線は将来起こるだろう南海トラフ地震の救援物資搬入路となる国道です。また大水害にも対処しなければならない路線でもあります。高度成長期に作られた多くの橋やトンネルが老朽化し、その補修に多くのお金がいるようになりました。スモールタウンが実現しない以上は、命を守るための補修工事は進めなければいけません。でも、生まれ育った土地に愛着はあったとしても、さほど大きく移動するわけではない、スモールタウン計画には、過疎化の集落に住む皆さんは同意し、防災の行き届いた土地で暮らすことを選んでほしいと思います。鍋尾も、過疎化の進む集落に住んでいます。将来自分の足で通える範囲に病院などが揃う地域に移り住めと言われれば喜んで移動するのですが、皆さんはどう思いますか？エンディングが長くなりましたが、今回の動画はここまでです。次回動画でもお目にかかりましょう。この動画が良ければチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。鍋尾苦笑の三重の舗装道でした。まったね。